で、電気屋さんに行って買ってきたのが、このエレコムのヘッドセットですね。非常にコンパクトなんですよ。このヘッドセットなんですが、これ前職でね、去年まで使ってたんですよ。まあ仕事用でですね、まあ個人の持ち物なんですけど、で、今動画とかね、見るときもこれイヤホン代わりに使ってたんですけど、パッドが取れてしまって、なんかすごい取れやすいんですよ、これ。なので、接着剤でね、くっつけてたんですけど、また取れてしまってなくしちゃったんですね。で、これね、通常の市販のパッドが使えないんですよ。ちょっと特殊な形状なんですね。なので、次買うときには通常のね、パッドを使えるやつにしようと思ったんですね。で、一応条件がね、普通のパッドが使えるやつで、なおかつ、このスライドスイッチですね。スライドスイッチの方がいいと。なので、これ、ボタンがね、4つ。1、2、3、あ、3つですね。なので、買おうと思ったんですけど、ツルハでね、1個売ってたんで、まあ、種類それしかなかったんで、それ買ったのが、これです。これが、ツルハドラッグ、ドラッグストアのツルハで買ったやつなんですけど、これ1個だけね、置いてあったんですよ。なので、これそのまま買ってきては見たんですけど、まあ、全然選べなかったんですね。買ったんですけど、これがね、長いんですよ、ここ。ここ長いんで、ちょっと耳入れた時にね、浮くっていうかなんかしっくりこなかったんで、なんか使いにくいんで、もうメルカリ行きの準備します。でね、これスイッチが、電源スイッチがね、このプッシュ式なんですよ。ここペアリンクするボタンなんですけど、これと兼用になってるんですね。なので、今まで使ってたやつがスライド式だったもんですから、電源はね、スライド式の方がわかりやすいですよね。要するにこれ、兼用なんで電源入れるときに長押しとかね、そういうやつなんですよ。それがちょっとね、使いづらいかなっていう感じでしたね。なので、これはちょっとね、使いづらいんで、ちょっともうメルカリ行きです。で、電気屋さんに行って買ってきたのが、このエレコムのヘッドセットですね。非常にコンパクトなんですよ。で、種類的にはね、10種類ぐらいあったんですけど、小型のやつがいいっていうことで、一応これ選んできました。で、まずね、これ、パッドがね、市販のやつ、まず使えるんですね。それとあと、スライドスイッチですね。スライドスイッチもついてると。これ珍しくね、今珍しくないのかな？割と多分ね、まだ珍しいと思うんですけど、タイプ C なんですよ。なので、端子もね、兼用できます。あとね、これ形状的に、こういう風にね、使うんだと思ってたら、これね、上向きなんですよ。だからかなりね、こう、耳にフィットするんですね。装着がね、こんな感じになりますね。耳の中にこう、すっぽり入るような感じです。で、スイッチ類が、これ前面についてるんで、この横についてるよりもね、これすごい使いやすいですね。耳のくぼみにここが当たるんで、フィット感が非常にいいんですよ。ただ、取るときにね、取りにくいです。外しにくいんですね。普通だとこう、長くなってるじゃないですか。だから下持ってこう抜けるんですけど、これ耳にね、すっぽり入っていくんで、ちょっと取りにくいのはあるんですけど、ただね、フィット感はすごいいいです。なので、これはね、3つ目でようやく、理想のものが手に入ったかなっていう気するんですけどね。まあエレコムなんで非常に安心感もあるんでね。これで動画とか聞くときはね、これを使おうと思ってます。あと音楽はね、ちゃんとした有線のやつ使ってるんで、携帯でね、音楽聞くっていうことはあんまないんですけど、これやっぱり便利ですよね。でもね、Bluetooth っていうのはね。はい。以上今日はね、ヘッドセットのね、レポートでした。